浅田真央の新プログラムは、振付師はニコル氏ということで、中国のジジュンリー選手とは同じリンクで練習する仲間。そのこともあって、例年カナダでの浅田真央とのツーショット写真がインスタで公開されることが多い。ここ数年ジジュンリーのプログラムはローリーニコル振付のもので、同じくローリー振付が多い浅田とのカナダでの仲良しショット公開は毎年恒例になりつつあるとか。このツーショット写真が可愛いとネットで話題になっていた。浅田真央選手とジジュンリー選手との画像を集めてみた。ジジュンリー選手は日本人スケーターとも仲良し。以前より仲良しのようで、2012年頃からツーショット写真を撮っています。話題になった羽生選手とのツーショット、中国の羽生選手ファンに向けて、彼は大丈夫だから安心してくださいとメッセージが添えられています。ありがとう。